疲れ様です。おいっす。お疲れ様です。おいっす。新番組の企画上がったんで、目通してください。あ、そう。思い出の恋愛を語るっていう番組なんですけど。いつやの？8月です。上田さんってラブレターって書いてみたいな。なんで？いやー、やっぱり。1回目は上田さんからこれ？はい、やっぱ、まあ、あるはあるけどさ、それ中学生そのぐらいですか？君の笑顔を見てると胸が苦しくなるんだよ。こんな気持ちなんて何も知らないだろうけど、今日も僕は願ってる。瞳を合わせて笑えるように。君が誰かと楽しそうに話すだけで切ないよ。こんな気持ちは誰にも言えないだろうな。だから僕は思うだけ、君が大好きです。世界中の誰よりも、それからおそらく君よりも、僕は君のことを見つめている気がするよ。気配を感じて振り返る。僕は慌てて目をそらす。動揺を隠す深呼吸はため息混じり。いつも後ろ向きだったこの僕が、君と出会えたあの時から、何かを変えようと明日のことばっか切ないよ。こんな気持ちは誰にも言えないだろうな。だから僕は思うだけ、君が大好きです。自分でも情けないほど前にすら進めなくなる。気持ちに初めて気づいた時から、口にできない歯がゆい願い、前みたいに話せなくなる。もう呆れるくらい君に本気になっていた。もしも君が涙を流したら、真っ先に拭いてあげたいと思う。それなのに今泣きそうに時間が、君への思いをこんなに大きくしてるよ。いつか支えきれなくなる。前に僕のこと伝えたいけど、その笑顔を見るたびに、優しさに触れるたびに、やっぱり高嶺の花って遠く感じるよ。また送る。
胸が苦しくなるんだよ。こんな気持ちなんて何も知らないだろうけど、今日も僕は願ってる。瞳を合わせて笑えるように、君が誰かと楽しそうに話すだけで切ないよ。こんな気持ちは誰にも言えないだろうな。